こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は12月23日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。12月23日さんは、いって座。違う、ヤギ座。めっちゃ嘘ついたわ。ごめんなさい、ヤギ座でした。12月23日生まれさんはヤギ座。で、土星やな。こちらの方は、誠実で、思いやりがあらはる。うん、人への愛が結構深くって、責任感もあるし、お話が好きやと思います。で、責任感があらはって、クリエイティビティが高いんですよ。物を作ったりする力が高くって、創意工夫とか、そういうなんつったやろな、あるものを形を変えて使いやすくしたりとか、絵を描いたりとか、物を作ったりみたいな、そういうクリエイティビティが高くていらっしゃる。で、責任感が高いから、想像力が高くてさ、責任感が高いとさ、強いとさ、どうなるかって言ったら妥協せえへんになってくるんですよね。で、プロ意識とかも高いし、職人さんとかなってもすごくこう、いいもの作らはんねんけど頑固で、自分のやり方みたいなものを重要しなさったりする方が多いと思います。で、その人の精神的な成熟度が低くなってしまうと、頑固が翻って攻撃的になったりとか、裏側ですよね、にはそういう多様性に対する自信のなさみたいなものがちらほら見えたりするかなっていう、あるものが強調されていくって感じになるんですけども、その精神的な成熟の、高い低いによって、もともとあるものがメロンと出てしまう、そこの消化が進んでないっていうのは、この人の場合だったら自信のなさだったりとか、自己中心的な考え方で、思いやりがあるとか、人のこと好きっていうふうな、人への愛っていうのもひっくり返っちゃうと、こんなにしてあげてるのにとかさ、こっちはこんだけ考えてあげてるのにさ、みたいな感じになっちゃいかねないっていうのが、この人の、視点かなってところですね。はい。で、多彩でいらっしゃって、かなり直感が鋭くていらっしゃいます。で、だから、この人の場合は、自分の可能性を狭めることなく、やってみたいなって思うことを、伸びやかに、実行し続けるみたいな、気になる、やってみようみたいな軽やかさっていうのはすごくあるといいですし、そういうのがないとちょっとこう、本当たくさんできるのに自分で限定して、自分で予防線張ってできひんからみたいなのはもったいないかなって思いますね。はい。豊かな感性と直感力をお持ちです。クリエイティビティ、インスピレーションみたいな。で、多くの才能を持つ情熱家でいらっしゃって、頭の回転が早いです。で、プロ意識が高くなっていく傾向が高くってね、新しいことに対しての習得も早いので、食わず嫌いせえへんかったら、この人めっちゃ伸びると思います。で、机上の空論っていうのかな、理論よりも実践を重んじるので、どんなにこう数値で出ても、実際こうやでみたいな意見を重要視するってところですよね。現実的なところが結構高い。で、環境の変化っていうものを好むんですよね。旅とか冒険とか、その新しいところにポンと入っていくっていうのが、自分を、リフレッシュさせるってことを知ってる人が多くって、12月23日生まれさんはね。だから、その外的要因における変化、新しい人、新しい環境、新しいお店、新しいお洋服、そういう子。で、どっちかというと自分が出てかけていくっていう風な動き方をするんやけども、そういう楽しみを血肉に変えていける。んで、新しいことに対しての習得が早くていらっしゃる。で、変化を好み、多様な体験を求めるところがあります。で、現実的でありながらも、たくましい想像力を持ってて、実行力にも恵まれた。情熱家かなというふうに思いますね。で、せっかく生きてんねんし、人生を豊かにしていきたいみたいな野心が結構あって、特にツボなのは、
他人に自分の影響力が強く反映されてるって分かった時、よっしゃって思うと思う。だから想像力高いって言ったけど、そのあなたが描いた例えば絵とかさ、あなたが作った、椅子とか飯入れとか、まあ、何でもいいわ、そのグッズをあなたを見た瞬間に私の人生こうなりましたとかさ、あなたにこうやって言われたからこうなりましたみたいな、その自分の影響力が他人にこう他人の人生に作用したみたいなことをした時、すごいこううわーってなると思う。それのためのこう想像力だったり人好きだったり誠実さだったり、まあ、妥協しないっていう気持ちだったりっていう風なの、そういう風なこう作用点、力点があるかなと思いますね。で、熱意とか野心を持って根気ですよね、粘り強さを発揮して物事に取り組んでいけると思う、そういうほら喜びに向かっていけるのであれば、そんぐらいの我慢頑張りやりますわみたいなところあるよね。で、12月23日生まれさんの場合ね、目的とか目標とか節制とか制約とか、こうなんていうの、これのためにこれ我慢するとかさ、もうこれやるまでテレビ見えひんからとか、そういう一度決めたらやり遂げるっていう人になっていくの。そういうラインナップっていうかな、これをするためにはこういう風なことが必要で、これだけの自分の時間やエネルギーを提供しないといけないみたいな考え方が結構、シビアというか現実的で、やるでみたいな強さがあるんですよね。そういう決意っていうものがすごく効く人なんですよ。だから目標とかあるとほんまに成長するし達成できる人だと思います。だけども本人がその心理的負担を自覚してるからさ、なかなか決めたがらないっていうのもあると思うの。ほんじゃあやるかーみたいなのがでかいわけ。だってもう決めちゃったらやるからさ。決めるまではなかなか葛藤しはるんちゃうかなって思うの。で、普段は、礼儀正しく気さくだと思います。で、ですがその一皮むくと感情がなかなか強くって、情が激しいので、それをこう、抑える手段としての礼儀っていう風な面があるんじゃないかなと思いますね。好きよそういう人。はい。そのまあ抑えがうまいこと行き過ぎるとね、礼節を持って、上手に敬語つこて、自分の感情を上手に抑えるってことがうまいこと行き過ぎると、周りには一線引いた冷たい人に見えますよね。で、周りからはまあ内向的な人なんかなっていう風に見えるかもしれへんねんけども、本当はもうちょっとホットでさ、職人肌でさ、クリエイティビティが高くって直感でわーってなったりさするところあるんやから、もうちょっと心の殻を薄めにして気さくに心を開いて過ごすっていうのも人中で生きる上ではいいんじゃないかなって思いますね。心の扉ちょっと分厚くしすぎ問題あると思います。本当はさ、ハートフルでさ、面白がりでさ、お笑い好きというかさ、面白いの好きやん。で、そういうの、それってやっぱ魅力やし、出して損することってそんなないと思うんですよ。で、ちょっとビビりなところもあるしさ、そういうの、まあ、わからいではないねんけども、まあ、防御張ってないで、打ち解ける度胸っていうのは、ちょっとずつ、度胸を、打ち解けていくっていう風なチャレンジをなさっていくってことは、これからの毎日のこう充実に、プライスレスな喜びをもたらしてくれるんじゃないかなと思います。心の防御線の扉分厚くしすぎないように気をつけていただけたらいいかなと思います。はい、趣味を仕事に結びつけるビジネスセンスが終わりだと思います。で、物質的な欲がまあまあ強くていらっしゃるので、まあ安く仕入れて高く売る商売の基本ですわね。それをこう、まあ、知ってること、知識に値段をつけて売るなど、何かしらの商売に向き合うと、12月23日さんの場合、根性ですよね。この世での人生、才能もわっと出るし、必要に迫られたらめっちゃ出る人やから、あ、そう、必要に迫られたら出るねん。逆に必要に迫られへんかったら、こう、なんていうの、この世のゲームの難易度を、なんか必要以上に下げちゃうと、ほんまに、ごめん、言葉悪いかもしれないけど、ボンクレになってまうねん、この人。ちょっと上目のハードルを用意するとガンガンクリアできんねんけど、まあ、生きてるだけで偉いみたいな感じの考え方めっちゃ重要やねんけども、それだけやとこの人そんな伸びひんなっていうのはあります。
それなりの目標だったり、目的このためにみたいなもので、ちょっと斜め上を見れる、生きてて偉いも重要やねんけども、今日も起きて、歯磨いた偉いも必要やねんけども、ちょっと達成するとか成長するみたいなものを持ってないと、ぬるぬるこうしちゃってダメかなっていうのはありますね。で、もう新しいものに対する適応能力だったりとか、取り入れていく感性っていうのがかなり高いので、いいなって思ったものを商売にしちゃう。だから生きてて全部、生きてってやってることが全部商売になっていくみたいなところを現る人なんですよ。めっちゃ有利、絶対やった方がいい。この時代にかなりマッチしてる才能だと思いますね。はい。で、12月23日生まれさんの人生の区切りが3つにブロッキングできます。もうちょっと細かく聞きたかった手相を見せに来てください。誕生日だけだと3つしか分かんない。はい。1個目が28歳までです。28歳まではどっちかというと現実、生活どうしていくみたいなテーマになってって、生活力だったりとか、自分って人間やんっていうルーティン、トイレも行くしさ、洗濯物も出るしさ、ご飯も買わなあかんやん、そういう現実、その人間である自分、人間社会に生きてる自分はどうやって目標を達成していくのかみたいなのがテーマが28歳までで、29歳からっていうのが2つ目なんねんけども、29歳からはその集団意識ですよね。その人間世界に生きながらいかに自分の個性を出していくのかっていう、個性とか自我とか個人っていうのがテーマになってくる。で、そこからこうさっきも言ったほら、趣味を仕事に結びつけていくビジネスセンスだったりとか、直感を発揮してクリエイティビティを爆発させるとか、他人の人生に関与しまくるとか、そういう個性が多分出てくるのは30代からかなって感じですね。29歳からはい。で、最後のフェーズが、59歳。ここからは、現実とか、商売とか自分の個性を出した作品がとかっていうよりかは、こうなんかもっとね、心の世界とか精神世界とか、感受性とか、そういうこう、なんていうの、その物質的じゃない感じ、エネルギー的な感じのものに趣味思考が向かっていくんですよ。だからなんかヨガとかさ、瞑想とかさ、ほら写経とかさ、そういう宗教とか哲学とか、そういうことを心の世界、精神を高めるためにみたいなことを考え始めるのが59歳からになっていくと思う。はい、そんな感じで、12月23日生まれさんはプライドがまあまあ高いと思うので、独立心も旺盛やから、現実的でありながらさ、理想や憧れとか可愛らしさ、天真爛漫さで人をやる気にさせたり動かすパワーがあったりします。人を相手にする仕事で優れた才能を発揮するわけですよ。どっちにしてもプライドが高くてね、独立心が旺盛で、何しかプロ意識が高くって気ぐらいが高い人っていうのは、そういう人に対等に扱ってもらえるとね、人って結構嬉しいもんなんですよ。で、12月23日さん個人が自分なりに勉強なさったりさ、自分を高めていったり、やることやってるっていう風な人間である場合、勉強しないとダメやねんけども、関わる人に何て言ったらいいの、操作というかコントロールというか、頑張ってね、頑張ってるよね、頑張ってねみたいな、あなたこういうとこあるよね、いいよねって言ったら、そうなんや、頑張ろうって思わせる力があるってこと。そういう、なんやろな、強いだけじゃない可愛らしさみたいなの持ってるから、なんかごめん、今日なんか日本語下手くそすぎて申し訳ないんやけど、上手に人をコントロールする才能あるでって話な。社交性高いんですよ。自覚してるか知らへんかも分からへんねんけども、潜在的なそういう他人をコントロールする能力が高かったりする、操作系の念能力者やな。はい。多面的な性格を持ってるの、自分でも自覚してるところと自覚しないところがあると思うんだけど、誕生日占いでもそうですわ。で、社交的な面を見せたかと思うと、一人に引きこもってさ、孤独になって考え事したり、物作ったりしたいっていう風な、こう、なんて言ったらいいんやろな、ムラがあるよね。自分でも
分かると思うねんけども、で自分のスイッチが切り替わって反応が変わる瞬間っていうのはあると思うんですよ。でそういう時は周り心配するから、いきなりキャラ変わったら今からちょっと言うとくわけよ、一人で考えさせてねとか、これからちょっと静かモードやから引きこもりますねとか、別に怒ってるわけじゃないからとか、ちょっとほっといてねとか、そういうそういうモードです今みたいなことを周りに一言言っとくだけで、いらん不安を周りに与えることがなくなっていくと思うので、自由に自分を自由に振る舞うためにも、周りへの思いやりを持ってそういう声をかけておくなり、そういうふうなシステムを作るなり、周りのとそういうふうな自分が自由でおるためのシステムを作っておくみたいな、周りとの関係が途切れないようにうまくやるためには、そういうふうな多面的な自分の理解と周りへの周知協力を仰ぐっていうふうな門戸を開くっていうのは重要になってくると思います。はい、さっきも言ったけども、商売のセンスがありますし、人と関わる仕事が絶対にいいと思う。かなり見込みがある。コミュニケーション能力もあれば、責任感も高いって冒頭に申し上げた通り責任感あるし、で献身的に働くその姿勢を取れるっていうのは才能なんですよ。みんなができるわけじゃないので、ぐんぐん伸びていくと思う。でさっきも言ったけど、その自分多面的でさ、捉えどころないところあるやんか。で自分のことが分かっていくと、多分他人が何を望んでるかも分かってくると思うの。あ、自分こういうところやなみたいな、それが分かると商売できるんですよ。他人が欲しがってるものを安く仕入れ高く売るっていうのが商売のな基本やから、でそれができるってこと、向いてる。で責任感とか誠実さとか妥協しない厳しさっていうのが信頼を勝ち取ること、そういう才能が生かしていければ、そういう才能を生かしていければ信頼を勝ち取ることになっていくし、社会的成功にこぎつけることができると思う。ともすると、必死一生懸命になりすぎて、自分の意見に固くないになりすぎて、仲間とか自分の直感を尊重できずにさ、直感力高い人やのにさ、こうルーティーンに飲まれてしまったりして、バランスを崩すなんてことになってしまうのは良くないので、ご自身の理論ですよね、現場ではこうとかっていうのと、直感ですよね、あ、今日はこんな感じかもっていうのとか、なんかこんな感じがするぞみたいな直感っていうののバランスですよね。そのバランス感覚、仕事と休憩、遊びのバランスなど、こう我慢強く一色に塗りつぶして窒息してしまうようなタイプの自滅パターン持ってるのよ。我慢強いやん、やることやるやん、いろいろ犠牲を払ってでもやり遂げる力あるやん。でもそれ自滅にまっしぐらのパターンもあるから、どの方向にも風通しをよく、仕事いっぱいしたら息抜きもいるし、頑張れって言ったら自分も頑張るけども、ちょっと休憩しようかっていうのも必要やしみたいな、そういう、こう定期的な自分のバランスの確認っていうのは長続きさせるコツになっていくと思います。はい、変化を好み活動的ですが、平和や調和を重んじ、人間関係において人との調和、協力関係や協調などは大きな目標になっていくと思います。感情やコミュニケーションの勉強をなさったり、古典や哲学を学び、人間の原理原則を抑えてしまうなど、人と関わること、そしてその表現のバリエーションや行き着く先のパターンなど知識として入れておくと、もう人の中で生きる人やから、人の中で生きる12月23日生まれさんにとっていい価値基準になると思います。はい、恋愛や仕事のパートナーは金銭的に価値観の合う手堅い人がいいと思います。というのも、12月23日生まれさんは物質的な執着がかなりあると思います。物質的執着、それを無限されるのはまず無理やと思う。なんかすごい気に入ってるさ、食パンとかってさ、まあ普通のパンが100円やったらこのパン200円やけどマジ気に入ってるみたいなのを、100円のパンでいいやんとか言われたら、いやーってクオリティオブライフがなみたいになってくると思うの。そういうのが合えへんよって話。そういう、こう金銭的に価値観があったり、自分が大事に思ってて、これにはお金を払う価値があるって思ってることとか、そういうのを理解してくれる人じゃないとしんどいかなって思いますね。金銭的、物質的にバランスを取って確保していくっていう風な気概がある人っていうのが、一緒にパートナー関係組んでやっていくっていう上で、時代がどうなろうとも
こういう風な価値観があって、そのためには努力できるみたいな価値観が合う人がええって話ですわ。そういう人やったらとても頼もしく感じると思うし、力合わせがいがあると思うんですよね。自分不安になるやん、あの動きがあったらさ、あの時代動いたらさ、今まで200円で買ってたパン200円で買えへんなるかもしれへんし、そのすっごい商売やる気やったけど、なんか途端にやる気なくなっちゃって、創作に向かうターン来た時に、あ、ほんならこういう風にしていこうかっていう風に対応していけるパートナーがいいよねっていう、で物質的な執着を尊重し合える人がいいよねっていう感じですね。はい。12月23日生まれさんは、その野心と実行力、現実に即した考え方をもってして、この世をたくましく生き抜き勝ち取る人です。その様を周りの人、下の人、ね、見せていくことで、みんなが12月23日生まれさんに憧れを持ったり、学んでいったり、ついていくと思うの。で、あなた自身もいろいろ必要なことを勉強なさって、世の中の流れの変化ですよね。これをどう見て自分はどう動くのかっていう、自分の考えだったり、あり方みたいなものをぜひ惜しみなくアウトプットなさって、その知性をみんなで共有できるぐらいのアウトプットですよね。みんなに還元なさってほしいです。それがこう、この人の才能のこう、広がりにつながっていくし、この世のためにもなっていくと思います。私も、教えてほしい。ということで、応援しております。ここまで聞いてくださってありがとうございました。それでは、ほなねー。